こんにちは、日本改革党靴沢です。新高山昇様、近藤辰之様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に、ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。有志から画像提供ありました。中核派の主催でですね、反イスラエルデモを都内でやったみたいであります。ガザから撤退しろみたいなあのプラカード持ってますんでね。洞口杉並区議会議員が外国人に堂々と政治的主張させてますね。後ろから全員外国人っぽいもんね。外国人のデモや集会だのをですね、無制限にやらしてとですね、増長しますよ。外国人がですね、徒党を組んで国内、暴れ回る日も近いんじゃないか。国会にですね、まあ、入管法の改正の時に反対だなんて、外国人大勢集まってたみたいですけれども、こういうのが常態化するとですね、中核派が主催して呼びかけなくても、勝手に集まるようになって、勝手に騒ぐようになったら、大変だと思いますよ。これ選挙の時じゃなければいいみたいな、判例できちゃいましたけれども、無制限に、外国人に政治活動をやらせんの反対、私は、何らかの歯止めがあるべき、つけ上がらないようにと思っております。現にね、川口市ではクルド人暴れてるしね、100人も200人も集まってね。総理の親書を携えて、ウッキウキで中国に行く山口夏男公明党代表。あれ、この前アメリカで日中首脳会談やったばっかでねえのか。なんで親書必要なの？そんなね、間もなくすぐに、パンダを貸してもらえるように頼んでくる。各地から要望が届いている、と言っておりました。中国共産党に捕まっている日本人17人の釈放は頼まないのかと話題になっておりました。山口も帰ってこなくていいんですけどね。世論です。まず中国共産党に拉致監禁されている日本人を返せだろう。拉致された日本人よりパンダか、パンダ欲しいって声は現状だ。各地ってどこだよ、各地って。尖閣諸島に近づくなぐらい言えよ。捕まってる日本人の命よりパンダなんだから、呆れますね、これね。昨今だったら、勝手に設置したスパイ部位の撤去も言ってこいよ。撤去する。山口夏男はですね、金と女で骨抜きになってるって噂あります。71歳にもなって、まだ色欲があるとか、気持ち悪。気持ち悪い。香港支部を潰されたくない、あわよくば中国本土での布教を許可してもらいたい創価学会は中国共産党の機嫌を取り続けます。今後も、公明党がですね、与党のうちは改憲もスパイ防止法も絶望的なんで、維新ってどうなんすかね。維新がでかくなって、公明党さんもいらないよ、維新と組むからって、なったらどうなんすかね。すごい媚び中議員もいるって噂なんすけど、だけれども、なんつうの、党ぐるみ、背後組織の創価学会ぐるみ、党ぐるみ、媚び中の公明党よりは、マシなのか。一部議員は媚び中だけど、よくわかんないですね。維新と公明党が取り替わったらそれでいいのかっていうのもちょっと謎なんだよな。よくわかんない。いろんな人 いますからね。維新って急激に勢力拡大したせいか捕まってるやつも多いですね。なんか変なのも混じってて、片山さつき参議院、心は女おっさんの女子トイレ女子風呂侵入で普通の女性の安全を脅かしかねない。パヨ議員ども盛んにやじっておりました。毎日新聞、差別を助長する非難の声が上がりました。だって何でも差別って言えばひるむと思ったらお間違いだな。昨今は世論です。性犯罪を助長する毎日新聞、どこが差別なんだろう。当然のことだろう。 LGBT 法を推進した連中はこういう犯罪の責任を取らない。理解が進むどころか避けられて断絶が進む。そうですね。LGBT、めんどくせえ。関わったら差別って言われるからな。関わんねえにしよう。つって断絶が進む。ごくごく少数に全体が合わせるのがおかしい。公金中中と天下り団体のための法律だしな。その通り。
女子トイレ女子風呂侵入は現在では違法行為だが、罰則ってどんぐらいなんですかね。軽犯罪法違反になったと思われるんですけど、罰金ぐらいで済んじゃうんですかね。男子トイレが故障しているとかの緊急回避以外の侵入は厳罰化したいですね。でないと公衆浴場業界や温泉業界潰れちゃうよこれ。放置しとくと、推進した議員連中はそういう責任一切取らないんですよね。腹立つわー、差別って言われたらひるむと思ったら大間違い、昨今は、違うわって何言ってんだ、ってですね、昔はひるんでた、ネットがない時代は、ネットがあるから反論できるからね、何が差別なの、どこが差別なの、どういう差別なのって反論できますからね。JR 東日本、不採算路線が34あって、赤字額合計が648億円でした。世論です。儲かる都市部とトレードでしょうがないんじゃないか。民間企業なんだから不採算部門は切り捨てるべき。バスに変えても赤字になりそう。地方は人口減で過疎なんだからもっと赤字増えるで。簡単なことだ。需要がないんだよ。会社にとって損って分かってんのに株主なんで黙ってんの。株主総会でギャンギャン言ったら考え変わんじゃないの。不採算部門切り捨てろよーっつってね。赤字なのは需要がないからで廃止でいいでしょう。赤字路線維持をですね、自治体に泣きつかれてシャアなしで維持してんだったら、その自治体が税金でですね、赤字補填すべきじゃないの。そんなことに税金使うなって声が大きければ、じゃあ廃線でもいいですねっていうことになるしね。税金使ってでもこの路線は維持したいって声が大きければ、じゃあそうですよねっつって税金使えばいいし、それが民主主義ってもんじゃないですかね。地方は今後人口が減り続けるんだから、いつか見切りつける時が必ず来るよ。地方の赤字路線維持のためにですね、都市部の運賃が高く設定されてるのは不公平でしょうが、儲けられるとこで儲けましょうってさ。私は今は都内に住んでますけど、私の田舎のいわき市には常磐線っていうですね、路線がありますけども、常磐線赤字かな、ちょっと怪しいな、赤字かもしんねえな。土蔵墓地に抵抗している大分県肘町町議会と別府ムスリム教会で話し合い、町議会、水源に影響がないことを証明してほしい。ムスリム教会、WHO 基準より距離があり問題ない、ですね。これ埋めてから調査だろうな。埋葬してから、埋葬する前はちょっと分かんないんじゃないかな、因果関係が。世論、町は今すぐ土葬禁止の条例作れ。砂漠のような乾燥地帯じゃないんだぞ。WHO の基準がどういうもんか分かりませんけど、まあ、100メーター離れてればいいとか200メーター離れてればいいとか、いうもんなんだろうけど、どうなんだろうね。な、乾燥したとこの、基準持ってこられてもね、侵略する気満々だろう。むしろ危険しかない。調査されると危険と分かってしまうので拒否と。ほらな、入り口で阻止しないとダメなんだよ。お前らの宗教を日本に落ち着けるなと。町議会が反対しているのを町長が強行したってことですかね。町議会が過半数賛成しないと予算通らないんじゃないのこれ。議員もいろいろってことですかね。調査するとダメって分かっちゃうから調査拒否と。調査開始したらあの手この手で妨害すっかもね。イスラム教はですね、ムハンマドが率いた武装集団の掟がイスラム教なんですわ。ムハンマドの死後にこの教団が初に、世界で初めてアラビア半島を統一したから広まったんですけど、もともとは軍団の掟なんで民主主義と全然合いませんよ。中東がどこも独裁国家なのはこのせいかなって思っております。一応選挙があるエジプトも大統領が独裁者だしね。で、気に入らねえっつって軍事クーデターで引きずり下ろされたりしてますし、ついでに言うと儒教も独裁者と独裁される民のための心得なんで、儒教がある限り中国大陸に民主主義国家は今後も誕生しない。
と思います。女だけで外出させんな、女は肌を隠せ、このあたりはですね、敵対勢力を警戒して、作ったルールじゃないか、どこに行ってもですね、その国の法律よりもですね、その軍団の掟を優先するから世界中で衝突を起きてんですよね。ひじ町の町長はこうした事情を一切知らずに土葬墓地やってんでしょうね。バカ町長のおかげで今後町はね、人口減るよ多分。こんなとこいられっかっつってね、若い人出てっちゃう。いずれなくなっちゃって町が。イスラム墓地だけポツンってある場所になんかも知れないですね。失礼しました。その他のニュース。畑山幸雄、よりにもよって武漢大学の名誉教授になってた。パヨス語録で言えば、あがりですかね。安倍の葬式はうちが出すって、行きました、朝日新聞主筆の若宮ってやつもですね、北京の大学の名誉教授になった後ですね、北京のホテルで謎の死を遂げてましたけれども、畑山の処遇をですね、よりにもよって武漢大学ってしたのは、コロナ発生源っていう批判対策のためですかね。鳩山ほんと長生きしそうだよな。バカだからストレスゼロでしょこいつ。金はあるし。岸本さと子、杉並区長、女性は皆差別に苦しみ生きづらさを抱えていると思う。また適当なこと言って、日本人女性が生きづらかったらなんで世界一の寿命を誇るんだよ。これって日本人女性がなんだかんだで世界一幸せってことじゃないのかい。ありもしない弱者を作り出すと金になるっていうのはですね、童話と慰安婦とアイヌで証明されてますからね。新たにですね、ホスト中毒をそれに加えようとしてますね、今ね。大阪万博でシャトルバス運転手が100人程度不足、ネットの賢者。変なリングやめて、その予算で賃金上げればすぐ集まるよ。ねえ、3日働いて30万円上げますとかさ、そしたらすぐ集まるよね。サントリー、山崎、シラスなど高級ウイスキーを4月1日から値上げします。5割ぐらい。響きの30年ものは36万円です。たっけー、そんな高いの。ウイスキーっていうか、私サントリーは不買してて飲まないから、まあ、100倍に値上げしてもいいですよ。プレジデント、なんで日本のマスコミはマイナカードで監視社会って騒ぐんだろうな。監視することで犯罪防げるし、公平な社会の実現にもつながるのに。そりゃね、自分らの職業が邪悪って分かってて、後ろめたいからですね。マイナカード。来たるべき暴力革命にも邪魔だしね。身元分かっちゃってたらね。名倉淳プロデュース。実刑が経営していたステーキ名倉。破産申告。あったんだ、そんなの。島根県沖で韓国漁船。ポッキル号ポッキル号転覆。船内から意識不明重体の船長発見。もう一人、船員がいるんですけど、行方不明。これ、縁起が悪い、名前のせいじゃないか。ポッキル号。なんか、すごい頼りないよね。いかにも、転覆しそうな、なんか、ポッキリ折れそうな名前だよな、いう感じでね。というわけでですね、差別って言われても、ひるまないでください皆さん、だいたい言いがかりだから、何癖言いがかり、どこがどう、なんでよって逆に問い詰めた方がいい。したらしどろもどろになるからね、向こうはね。チャンネル登録たまにしてくださいって言ってみようかな。あんまり言うの好きではないんですけど、まあまあこれからも頑張って動画上げますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。